後半戦スタート。皆さんこんにちは、アイアイです。そしてモンサリニョです。モンサリニョです。よろしくお願いします。まさかいらっしゃるとは思わなかったと思います。みんな見てる人は、井上さんがなんでなんかそんな仲だったか、そんな仲良しだったかわかんないじゃないですか。アイアイと、うん、どう思います？仲良しやんけ。うん、はい、ベッドを共にした仲良しやんけ。違う、多分って言うな。絶対違うって言わないで。なんでちょっとあの正解かもっていうのを匂わすね。大丈夫です、結婚されてるし。もちろんです。前半はあの井上さんの方のチャンネルで上がっておりまして、はい、お互いを質問し合うっていうね、うん、やっぱアイアイしっかりしてんなと思ったわ。いやありがとうございます、ね、でもしっかりしてないってみんなに思われてるんで。なんか気になったのが、うん、私もお酒好きなんですよ。飲む、めちゃめちゃジャパニーズウイスキーが好きなので、なんか山崎が好きすぎて、ツイッターのサブアカウントの名前が山崎24年っていう、うん、年齢が上がるとその何年数が増えていくからな。今24歳熟成していくから。そうなんです。え、ウイスキーはもうジャパニーズばっかり。やっぱなんか日本のスッキリ感がすごい好きで、まあね、マッカランとか美味しいやん。まあ何年もんで値段は全然違うんだけど、おじさんとかに甘え、マッカラン飲みたいって。飲んでみたいって、うん、マッカランちょっとまだ知らないんで。昔俺ロケで飲んだやつ一杯1万円すっごい、こんなストレート、ただめちゃくちゃうまい。もうじゃあそれをこれからは狙っていきますわ。狙える、うん、狙える、狙える。どんな風に狙えるの？飲んでみたいな。アホやん。酔っ払って大失敗があるの？やばかったのかわかんないけど、まあ、家でお酒飲んだ後にお風呂入っちゃうことが結構多くて。おー、なかなかやね。よしとはされてないことやな。そうなんですよ。夜にお風呂入るってなると、まあ、その流れになっちゃう。まあ、俺もあるある。で、私はあの結構酔ってると酔ってないってふりをしちゃうんですよ。家で何のために？それ外ならまだ100歩譲るけど、家族には酔ってるってバレてええやん。いや、まだ別に酔ってないから大丈夫みたいな感じでお風呂に行っちゃうんですよ、うん、で帰ってきたら T シャツの上にブラザパンツつけて。アホやん。やばい。あの11時ぐらいから夜の17時ぐらいまで飲んだこととかも。うわー、すごいね。そうなんです。浅草におるおっさんやん。しかも浅草のホッピー通りとか。うおお。あとは最近だと築地で朝飲みしました。歯ないおっさんとかおるやん。休みやーってなっても昼から酒飲もうはあんまならへん。え、そうなんだ。しんどいやん、体力ないし。確かに。で、夜ご飯もやっぱちゃんと美味しく食べたい。あー、素晴らしい。あの、うちの奥さんとかさ、うん、たまにやんねんけどさ、昼から飲んで、うん、一回寝るやん。あー、ちょっとリセットするんですよね。リセットしてないって。どんなやつがやねん、タイプ男。なんだろうな、シンプル系がいいんですよ、うん、見てて本当疲れない。え、そのタイプが正しいか分からんけど、うん、顔が薄くて笑ったらくしゃってする感じの、うんうん、ミスチルの桜井さんとか。ああ、でもなんか好きって一回も思ったことなかったんですけど、うん、何ちゅうこと言うの。あんだけ素晴らしい歌歌ってんの。いや、技術面では素敵だ。技術面って言うな。プロのお前トップアーティストに。技術面って。それはもう素晴らしいですけど、なんかそういう対象で見たことはなかった。まあ、もちろんね、うんうん、確かにそっちの方向性なのかもしんないです。あ、うん、よくわかんない結果、自分にない発想を持ってる人、うん、ちょっと面白いなって思って、知ろうと思って楽しくて仲良くなるんですけど、でもやっぱどこまで行ってもよくわかんないからいいなって。まあそうやわな、そこにゴールはないもんな。そうなんですよ。だから極めて、あ、今日こんぐらい仲良くなれたとかが楽しくて、うん、途中で飽きちゃって、うん、なんかちょっと違うなって思ってきて、さささって。これはだいぶこじらせるな。まずなんでコラボをいただいたのかとか。わかんないから。なんかこう印象を知りたい、うん、久々に会いたいなってあるやん。娘とまではいかんけど、うん、なんか妹と娘の間ぐらいの感覚やから。嬉しい。で、アイアイに関してはその俳句の番組にも一緒やったやん。そうですね、うん、だから心配やね。え、心配であったんですか？心配というかやっぱ気にはなるやん。ちゃんと大人になったかなとか、すごい親心。やっぱちょっと大人になってから出会う人とは感覚がちゃうのよ。ちょっと会いたいなーって。嬉しい、うん、え、あいあい、もう言うてる分にお前20代折り返しかみたいな。わかる。
そうなんですよ、実はほんまに仲良さそうやったもんな。本当に仲いいですよ。だからほん今でもご飯行きますもんの。誰かがなんか悪いことしようにも、うん、でけへん空気感あったしな。確かに前が中学だったからもうなんか中学みたいな感じだった、うん、ずっと中学乗り本当にやってるやってたな、うん、大人たちはちょっとイラってしまうのがあったもんね。わかります、わかります。私もその中ではまあ半分ちょっとたまにイラるタイプの方一緒にやってた時もほんまにお菓子あるだけでテンション上がったもん。俺こんなやつらおんねやと思って。大人になったやん、うん、この先々の夢とか目標はあんの？ YouTube とか動画撮ったりするともう 絵じゃないですか、うん、でもいずれなんか絵が撮れなくなるかもしれないって言ったらあれですけど、やっぱ自分もどんどん老いていきますし、うん、将来のこと考えた時に変わんないのって声だなと思って、うん、だからなんか声が使えるようになりたいと思って仕事で声優さんってこととか、なんか難しいっていうのはめっちゃ分かってるんですけど、うん、歌も好きなので、うん、なんか声を仕事にできるる人になれ、もっと慣れたらそれって多分続けていけるなと思って、うん、動画もずっと自分で編集なんてもう続けられないんで飽きちゃうし、うん、飽きちゃう飽きちゃう。いや本当に飽きちゃうんですよ。見るのは楽ですけど、うん、多分だから自分が本当に好きなことって言ったらやっぱ難しいですけど、歌ったりとかすることだったりもするし、形にしたいのはやっぱ声、うん、あとファッション好きやもんな、うん、グループの時にさもうどでかい箱で歌ってたわけやな。あん時のさ、うん、一度浴びた歓声ってさ、はい、やめられへんや。あーまあでも嬉しいですよね。もう一回どでかい箱で歌いたいやっぱあんの？なんかその経験が欲しいって飢えてるわけじゃないけど、うん、恵まれたら多分めちゃめちゃ嬉しい。うん万人来るわけやんか。そうですね、ありがたい。だからあーやーとかみんな言ってくれるわけやん。めっちゃありがたいですよね。たまらんやろ、あの感覚。でももう私、中学2年生の時から頭がもうちょっとあれだったんで、あ、大人の力でこんなとこ来ちゃって。冷めてんな、こいつ。いやねこう上がってったんですよ、うん、で、その斉藤スーパーリーナの初日のステージやった時に、あ、このグループの限界はここだって思ってみたいな子だったんで。なんでや。その時に、まあ、例えば脱退のメンバーがいることを自分たちは知ってるけど、うん、ファンの人じゃないとか、ああああ、いろんな事情をすごい知ってて、うん、このグループこの先の上に行くとか、これが持続することは難しいだろうなと思って、なんか他のことを考えないとみたいなタイプでした。自分はリスクヘッジじゃないけど、そう、自分の力で立ったって思ってないから 100% 私の力で私の歌を聴いてみたいな感じに思ったこと一回もなくて、でもなんか今もちょこちょこ自分ではライブやったりするんですけど、でもそれはそれで、でもそう、一人だと歌うパートが多いんです。そういうもんやろ歌ってお前歌好きなんやろ多い方がええなら歌うパートで、なんか好きなパートも選べるわけじゃないですから、うん、なんか歌えないし、なんかすっごい歌いたかった曲に限ってセリフしかないとか、うん、悔しいなって思いはすごいした方であったから、うん、全部自分で歌いたいと思って一人でやってみたら、もう歌うの覚えるの多すぎてもやってなっちゃうし、一人でももちろんそれ頑張りますけど、うん、コーディング録音するのが好きなのと、うん、歌詞を書くことが好きだから、それはやりたいんですけど、やっぱライブはちょっと自分の中で正直なところやっぱ荷は重いってなんか頑張れや、歌好きなんやったら。じゃあ歌うなら何曲ぐらい。でも結構普通にどの日でもちゃんと緊張します。そのライブが決まったら、うん、他の人の例えばイベント出るでもちゃんとコンディション整えなきゃって、うん、その日まで人ともなんかあんま会わなかったりとか、お酒も飲まない。もう飲まないです。声が出にくくなるんでとかもうやるタイプなんで、もうメンバーみんないたりとかしたら誰にどうとかってダイレクトじゃないから、そうやね、なんとでもあれだけど、あチケットあ4000円で来てくれたってことは、うん、これじゃあ弱いかなみたいな考えんのか。めっちゃ考えちゃうんですよね。だからなんかって思うと、やっぱ組織に入ってる方がなんか自分だと思う。組織っていうグループでなんでより大きくて硬い形にするのグループとかは力が分散されてほしい。なんか自分だと、もう自分のグッズ、あ、こんな高校生になんか6000円のグッズ買わせて大丈夫かなとか、その子はね、買いたいって思ってくれてるんですけど、ならもっとなんかこだわっていろいろなんかやっていきたいなとも思うし、面白いな、めっちゃ考えちゃいます。ほな YouTube もさ、うん、仲良い友達 2,3 人とかでやったらいいんちゃう。そうですよね、出る方。本当に仕事としてのなんか仲間みたいな感じで、うん、チームを
組めるっていうのはいいなって思うし、ちょっと憧れは最近はあります。あるよね、うん、俺もさ最初後輩たちが手伝ってくれたけど、うん、今に基本一人やん、うん、寂しいよな。そうなんですよね、なんか話がやっぱりもう知ってる話だから自分も楽しくないんですけど、うん、自分の編集してると、うん、友達と5人とかで話した動画があって、この前、うん、自分が想像しない話をしてるから、うん、一番長い素材だったのに一番ぐらい早く終わっちゃったりとか。お前は楽しい素材やったら自分で編集するぞって感じや。全部自分でやってるんですけど、うん、楽しい素材だとめっちゃ早く終わる。いや頼むで、だから編集を早くしてや。全然ちゃんと決まりとかは守るタイプなんで、この日までって言われたらもうパソコンも普段そんな話してんちゃうの俺は。でお前が楽しい動画やったら早く編集が終わるっつったから、そうやそう、だから今回のだから別にいついつまでにしてくれじゃなくて、うん、井上さん思ってたより早く編集上がりましたやったら今日楽しかったってことやろ。そうですね、そうなります。そうなるね。いやでも本当に早く終わると思いますよ。いやそれ信じてるで、うん、ちゃんと出せますから大丈夫、安心してください。分かった。じゃあ最後の質問早いから。あ最後の質問、どうしよっかな。あじゃあはいはいはい、今日会ってみて変わった印象と変わらなかった印象を知りたい。早いか。うん、ね、まず変わらなかった部分ね、明るく元気、周りの人に笑顔と力を与えてあげる人やなっていうのは変わってなかった。わすごい、なんか小学校のスローガンみたいな。うん、でもね、それはね、もう昔から思ってて、俺割と声フェチやったりするんだ。いろんな声好きで聞いたりした時に、うん、俺はアイアイのこの声が好きな方で、うんうん、わよかった、うん、なんかクスッと笑えたり、うん、こう笑顔になれたりっていうのが俺はずっと思ってて、ありがとうございます。でそんな部分はなんか久々に会うて変わってなかったなってのもあるし、もっとすれててもおかしくないやん。あ確かに、グループ辞めて一人になったら、でも意外にそれもなかったし、なんか俺が知ってるあのアイアイがちゃんと大人の女性になったなっていう感じ。やったー、じゃあ正しい道を歩んでるということで、うん、そうやね、楽しい道かどうかわからんけど、うん、いろんな人に支えられて、うん、ちゃんといい大人になったなと思う、うん、ありがとうございます。で、変わった部分、うん、変わった部分変わった部分ショックやったのは、あ、何ですか。お前、朝から酒飲めんの。そうなんですよ、もう最高。そこはちょっとショックやったな、あの当時のアイアイなら。なんかもう可愛いドリンクやと思うで。確かに今もカモミールティーとかそんなしか飲めないみたいな。確かに、うん、カモミールティーもね好きですよ。お酒飲めるにしても、うん、なんかカシスとか、あ可愛い甘いの本当だね。アイアイの口からジャパニーズウイスキーって聞いた。確かにそうですね、でもそれはごまかせないかもしれない、うん、そうやな、そこが一番かな。そこと、うん、うちのチャンネルで喋った、うん、キスやな。させてよ。やっぱりいろいろ想像しちゃうやん、ファーストキスがあるということはさ。そうですよね、そっからやっぱ大人の階段も登ってるわけやし、出てきたのを聞いちゃったら、うん、やっぱあの時若々しいあのアイアイもちゃんと成人女性やなっていう。そうですよね、は思っちゃったな、うん、私も思っちゃいました、うん、自覚しました今日。この感じでちゃんと男を魅了してるんやなっていう。いやできてないですよ、なんかどっかでまだアイアイは俺キスもしてないと願ってたわけ。あでも言われます、それはやろ、うん、言われますけど、でもまあさせてくれよ。キスの一つや二つ。そうですよ、そんなにいっぱいしてるわけじゃないんだから。そうやな、そんな分かんないですか。好きな人とそうですよキスぐらいは、うん、いいだろう、ね、いいじゃんって思って。いやいいよ別に、それはもうアイドルじゃないわけやし。そうなんですよ、ただね悲しんでる人もいるかもしれないですけど、でもなファンの人はアイアイが幸せなのが一番やねんからな。そう思ってくれたらもう素晴らしいファンです、ね、うん、そこやな、変わってた部分は。確かに、でもそれはもう年齢が、やっぱり24でないのは怖いって。キスがないのは怖いって。そうやな、うん、と思います。私もね、なく行きたかったですよ、そりゃ。でも24なんですもの。なんかこの先、うん、どっかでアイアイもな結婚とかするやろうけど、なんかやっぱ
ね、全員のイメージやねんけど、うん、どっかでさ、やっぱあのままで止まってんねん、感覚が。確かに、わかる。もうめっちゃ言われます。だからこの先彼氏ができて、結婚して、妊娠して、母になるイメージがやっぱまだないねんな。結婚はちょっとまだね、まだ若いからな。なんか自分のことで精一杯、うん、だからそこだけやな、なんかちょっと変わったなっていうのは。確かに大人になったっていうことだよ。そうですよ、でもいい意味で、まあ、いい意味ですよ、もちろんいい意味で、うん、あ、いや変わったなっていうところ。確かに良かったです。じゃあまあ総じて良かった。良かった。願わくも本当変な男にだけ騙されないでくれ。はい、そこだけや。わかりました。うん、おじさんのたまごとやと思って聞いてな。はい、だからもういわゆるあんまり評判が良くない職種とは付き合わんといてほしい。どことは今言わんけど。わかったわかった、うん、確かに。そこと付き合うぐらいなら俺は芸人と付き合ってほしい。芸人も嫌やな。でもいや、それはもうあれが好きになった人とお付き合いして幸せなのがええねんで、うん、それが一番やねんけどな、はい、子供の頃から見てきた俺としてはな、ありがたいお言葉です。でも本当に井上さんの結婚生活をね、前編の方で聞いて素敵だなって思っちゃいました。本当？うん、いいなって思った。私もそう言われたい。あるかもよ。でもですかね、うん、流れ、タイミングですかね。そうやな、それが一番やと思うわ。コロナ禍とかみたいな。まあそう、俺の話な。前半で喋って、俺側とも喋った話だろ。俺の結婚に至るところの話な。という感じで、今日はね、ノンスタイルの井上さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンを、悪かったなと思った方はバッドボタンを何回かそっちも言っちゃうよね。と思います。バッドボタンの方も促すんや。、はい、珍しいな。ね、現実主義なんです。あ、そういうことか。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。バイバーイ。